主君様、こんにちは。今日は1年の24つの季節の中で18回目の三元という日です。私たちがあまりよく使わない、まあ、そういう単語ですが、この三元というこの日は、立冬の中間にある日で、まあ、霜が降りるほど、まあ、夜の気温が下がりますから、まあ、冬眠する虫たちはみんな土の中に入る、そういう時期だというわけです。主君様、肌寒い天気、風邪をひかないように暖かい服を着て過ごしてください。10月1ヶ月間、結実に対する大きなテーマを持って説教をしておりますが、最初に人生の結実に対して考えてみましたし、次に先週は教会の結実に対して御言葉を語りました。今日は摂理の結実という題目でお話しいたします。摂理の結実と言いますと、また何を語るでしょうか。まずこの摂理というこの単語を見ますと、主君たちはいつも使っている言葉なので、その意味は十分分かってはいますが、初めて教会に来られた新しい主君の方には非常に馴染みのない単語なので、どういう意味なのかよく分からないとおっしゃる方がおりました。ではこの摂理をどのように説明したら正確に意味を伝えることができるでしょうか。この摂理という言葉の辞書的な意味としては、世の中と宇宙の万物を治める神の意味、そして全ての被造物を救うための神の計画と出ています。したがって摂理の結実と言いますと、まさしく全人類を救ってこられた神様のその身旨と計画が結実し成就することと申し上げることができます。それではここで私たちがより明確に知るべきことは、こういった神様の身旨と計画が成就した世界、それは私どんな世界を言うのかということなんです。つまり大初にエデンの園で成し遂げようとされた、そんな神様の身旨と計画、神様の夢と願い、まさしくこの地上に創造本然の理想世界を建設することでした。私たちの統一原理で説明しているように、神様の身旨とは、まさしく神様創造目的を成すことを言います。創造目的を成すためには、聖書創世記1章28節の御言葉のように三大祝福を完成しなくてはなりません。つまりこの地上にまず神様の神性に似た誠の個人が出てこなければならず、神様に似たそういった誠の男性、誠の女性が夫婦となって誠の家庭を築かなければならず、その家庭が拡大して誠の社会、国家、世界を成すようになれば、その世界がまさに地上天国になるわけです。さらに神様に似た人間がこの万物をしっかりよく治めて、科学を発達させ、安らかな環境を成して生きていくことになれば、その世界がまさに大初に神様が夢見て理想とされた創造本然の世界となるわけです。このように地上天国生活をして死ぬようになれば、そのまま天上天国で永世の喜びを受けるようになっているということです。これがまさに神様がこの世界を創造された設計図の基本の骨格です。さあ、ここで重要なポイントは、神様に似ることであるとありますが、神様になければならないという言葉は、神様のその全知全能さとその偉大さに似なければならないという意味ではなくて、神様の属性である心情と誠の愛と創造性に似るということを意味します。ここで知っての通り、この心情という言葉は、対象を愛しながら喜ぼうとする抑えることのできない情的な衝動心を意味します。
この心情はまた神様の本質的属性であり、誠の愛の根となります。このような心情が動機となって誠の愛が発露するということです。したがって誠の愛とは、与えても与えている事実自体を記憶せずに、他の人のために全体のために絶えず施す愛を意味します。このような神様の心情と誠の愛にそのまま似ていれば、この世の全てのことを父母の心情で抱き愛することができるようになるでしょう。去る2014年度、年頭に誠のお母様がくださった年頭標語を見ますと、創造主天の父母様に似た誠の愛を実践する天一国の誠の主人になろうと下ろしてくださったのではないでしょうか。つまり全ての人類が神様に似て誠の愛を実践する生活をするならば、この地上には永遠なる自由と平和と統一と幸せあふれる天一国が建てられるようになり、我々人間は天の父母様を代身とした立場で、この天一国と宇宙万物を治める誠の主人になるという御言葉です。誠の父母様の御言葉集天聖経1057ページを見ますと、神様も人間も神様に似た理想的な生活、理想的な世界を願っているのです。神様が願い、人間の本心が願う理想的な人間は、創造的な創造的でありながらも神様を中心とした愛を実践する善な人間です。また神様と人間が願う理想的な世界を、環境を改善する創造的活動が続けない個人と個人、国家と国家内に愛が満ちあふれる調和の統一世界ですと語られました。神様、私たち人間も神様に似た理想的な生活、理想的な世界を願っているということです。神様と人間の本心が願う、こういった理想的な人間は、創造的でありながらも神様を中心とした愛を実践する善良な人間だとおっしゃいました。したがって神様に似た理想的な生活というのは、全ての人類が神様をまた聖品に似て、お互いに愛で一つになって喜び幸せな生活を過ごすということであるし、そういった理想的な家庭が集まって理想的な社会、理想的な国家、理想的な世界をなすこと、それがまさしく神様夢見られた世界であり、神様の願いが成就する調和の統一世界だという御言葉です。ここで神様にいるということはどれほど偉大な祝福の御言葉であるか分かりません。限りなく弱く、また浅はか人間だって、この高く神聖な神様の姿にいることができるとしたら、神様の夢は神様の夢、それはすでにエデンの園で成就したはずなんです。ところが、私が原理を通して習ったように、残念なことで人間の始祖アダムとエヴァの不信によって、最初にエデンの園で成し遂げようとしたその大きな神様の夢、神様のその理想は挫折してしまいました。そしてこの日まで悠久なる人類歴史は、父母たるその神様がご自身の懐からサタンの牽制に捕まって、うめき声を上げる息子娘を救ってきた救援設立の歴史であり、復帰設立の歴史でありました。ここで私たちが正しく知っておくべきことは、まさしく誠の救援観に関する内容なんです。なぜならば、今日の説教の題目である設立の結実とは、まさに神様の救援設立の最終完成を意味することであるからです。今まで2000年間信じてきたキリスト教式救援観とはどういうものであったでしょうか。誰もが自ら罪人であることを告白し、聖書が神様のくださった真理であることを信じて、イエス様が全人類を救いに来られた救世主でありキリストであることを受け入れさえすれば救われるという信仰です。このような信仰がどうすぎますと、私がよく道端でよく見ることができるイエス天国、不信地獄という
極端的な信仰を持つこともあります。すなわち誰もがイエスだけを信じれば地獄には行かないで天国に行って暮らすようになるという、このようなキリスト教式救援観が果たして神様が願う誠の救援であるでしょうか。誠の父母様が億万のサタンと争って勝利することによって初めて天の秘密を明らかにした新しい信頼統一原理に展示している誠の救援観とは、まさに復帰観を言います。これを復帰摂理と呼んでおり、統一原理の後編復帰原理を通して明確に明らかにしておられます。すなわち我々人間史と堕落によって現在を持つようになった全ての堕落人間は必ず現在を脱いでこそ神様の前に戻ることができるのであるし、現在を脱ぐためには人類の誠の父母としてくれるメシア救世主によって受精されなければいけないと説明しております。ここで受精というのは再び生まれ変わるという意味であり、誠の父母様によって祝福を受けて現在を清算し完全に新しい人として再び生まれ変わることを言います。したがって統一教会の救援観の核心とは、単純にイエスを信じて天国行こうというスローガンではなく、まさしくこの地上でもって人間子孫の堕落によって決闘的に受け継がれたその堕落性を取り除き、失った創造本性を回復し、創造本性の人間に生まれ変わることだと明確に明らかにしております。したがって統一原理では人間のすべての生死災い救援、天国に行く行かない、これらすべてのことが神様の権限、神様の権能によってのみ決定され予定されているのではなくて、これはあくまでも人間自身の責任分担の遂行いかんによって決定されるということを強調しております。したがって私の統一教会でいう神様の御旨と摂理の完成というのは、まさに人間の責任分担を通してこの地上で対処に見せられた本然のエデンの巣に復帰するということにあるわけです。すなわち全ての人間が神様の信条を相続して誠の愛に似て神様を父母としてはべり、人類一家族を成して永遠なる自由と平和と統一と幸福の理想世界を建設することだとお話しすることができます。これがまさしく他でもない神様の悠久なる人類歴史を通して堕落人間を救ってこられた誠なる摂理の結実であります。ではこういった摂理の結実を成し遂げるために我々人間がしなければならない責任分担とは果たしてどういうものでしょうか。誠の父母様の御言葉と統一原理を見ますと、このような人間責任分担について大変具体的に説明をされています。また神様の創造と人間の堕落、そして堕落人間を救ってこられたこの復帰説について明確に明らかにされています。今日はこの統一原理を説明しようとしているわけではありません。このような内容というのは生涯私たちのこの信仰生活を通して一つ一つ学んでいかなければなりませんし、また統一原理修練会を通してより体系的に勉強をしなければなりません。そればかりでなく毎日誠の父母様の御言葉を熱心に訓読しながら自ら悟っていかなければなりません。無知には完成がないと語られた御言葉のように、天の摂理についても無知であれば一歩も前に進んでいくことができません。なぜならば堕落した人間はこのように救いの道、復帰の道を知らなければ絶対に神様の前に戻るその道を自分自身では到底見つけることができないからです。行くべき本当の世界がどこにあるのかもわからないし、その道に案内するその地図さえも持っていないわけですから、サタン悪魔の手から永遠に抜け出すことができずにいるわけです。誠の父母様の御言葉統一原理の中で最も強調されている内容というのはまさしく人間の責任分担です。すなわち自然万物は一定の光と栄養分だけあれば
原理自体の主観性と自律性によって自然に成長し完成するように創造されていますが、神様の使徒として創造された私人間だけは万物とは異なり、我々人間がその人間自身の責任分担を自ら遂行し成長期間を経てこそ完成するように創造されたということです。つまり自分自身が自分の人格を磨いて成熟した自我として完成させなければならないということ、自分自身の心と体が一つとなってこの本心の命令の前に私の体が絶対服従する生活を通して誠の愛の実体にならなければなりません。さらにはこの地上でもってこういった誠の愛を実践するその暮らしを通して天上世界の生活を徹底的に準備をしなければならないということです。メシア救世主で来られた誠の父母様が無知なる全人に下されるとされたその教えの核心がまさしくこれです。従って誠の父母様と同時代に生まれこのような偉大な真理を悟った今日、私たちは人類史上最も恵まれた人々に間違いありません。私は今日この説の結実に対する御言葉を準備しながら我々に与えられたこの重大な責任を強調しようとするものではありません。すでに2週間にかけてお話したように人生の結実とまた教会の結実をよく結ぶだけでもいいともう一度お話したいと思うんです。すなわち私たち各自が人生を終える結実期において神様から本当にしっかり生きてきたね、このように褒められることさえできるとすれば勝利した人生になるのであるし、また教会の結実においても全ての教会の構成員が一つの心となって神様を喜ぶ幸せなそういった信仰共同体として作って誰もが来たい教会、もう来るしかない教会へ復興し成長発展させていくならば設立の結実がより早くなされると見るからなんです。しかし個人の結実も無茶苦茶で教会の結実も全く成長発展をもたらせなかったとしたらどのように設立の結実がなされるでしょうか。実際今日こういう話をしようかどうか悩んだ内容なんですけれども、先週は教会の成長に対する牧会者としてのその苦悩を宿の皆さんに打ち明けたのではないでしょうか。すなわち教会が成長するためには新しい宿たちが訪ねてきたときに何とおっしゃいましたか。第一印象が良くなければいけませんと。そして宿たち全てが主人意識を持たなければならない、また全ての宿が教会の仕事を始め何事にも深い関心を持たなければならない、さらに教会が発展するためには奉仕使役者が多くなければならないとお話しいたしました。そして王様が招待した宴会に各自ワイン1本ずつ持ってこいと言ったんですが、それが美味しいワインではなくなぜ真水だったのか、その例え話まで話しました。そうしながら私天元教会でも随時に多くの奉仕者が必要ですから、宿根さんが自ら奉仕の申請と才能の寄付をしてくださることをお願いしますと心を込めてお話しいたしました。そして牧会師の説教を聞いて反応どれだけ現れるだろうか、果たして何人ぐらい申請するんだろうか、かなり期待を持ってみたんですが、残念ながら去る1週間の間で私の説教を聞いて奉仕申請をされた宿1人しかおりませんでした。私は一方では、天元教会の全ての宿はそれだけ生きるのが生活忙しくて心に余裕がないんだな、そういう思いになりながら私宿が抱いているさまざまな難しいその事情を十分に察することもできず、それを考えるべく無条件教会仕事に奉仕しなさいと過度に強調したんじゃないかという申し訳ない思いにもなりました。そればかりなく私の教会は規制教会とは異なって設立的な大きな目標をなさなければいけない責任を常に抱いて生きておりますので、
心に余裕のないだけではなく、シックたちの普段の信仰生活それ自体が、すなわち多様な教会行事をはじめとする新種族メシア活動だとか、天保家庭43家庭の実践化など、我々みんながまさに天の御御のための最高の奉仕であり、献身の人生だ、それを生きているという思いで胸が熱くなったりもしました。幸い私たち聖歌隊には1人2人と参加しますという祝福が現れている嬉しい知らせを聞きました。またある祝福は夢の中で神様の御声が聞こえてきたというんです。あなた方の美しい声を私が聞きたいのだ。そういう御声を聞いて、私の声で神様に喜びを与えることができるんだという気になって、生涯聖歌隊で奉仕しなければと決意したという証もあったそうなんです。また毎週礼拝が終わった後は、私たちの元老チョマノン会長、チャンミニョン会長をはじめとする元老牧会者夫婦合唱団、またハン・ウィール会長夫妻を中心とした木蓮化合唱団が、もうサークルに集まって一生懸命合唱の練習をして、とってもいいことです。全ての皆様に心から感謝しています。祝福の皆さん、この時間節の結実について一緒に今考えていますけれども、これまで私全ての祝福たちがこの節の結実のために注いできた汗と涙も、それはもちろん本当に尊い宝石のようなそういったご苦労でしたが、この天の節を完成していかなければいけない重大な責任を抱えて、また全人類を天の前に救っていかなければいけないメシア救世主としての使命を持って、この地上に権限されたまことの父母様ご夫妻をその辛く、また険しいこの天敵障害の中でもう一度考えてみる時間にしてくださればと思います。さらに誠のお父様の子孫は以降、この重い節理的責任をお一人で背負われて、昼夜を忘れたままにこの節理を導いて、こうでなければならなかった平和の母、一人娘、私の誠のお母様の生涯を、またこの節理の結実を語るときに、どのように書かすことができるでしょうか。この10年間必ず私の第二復帰節理を終わらせる、必ず天の御旨を成して差し上げますという数え切れない決心、誓いで、もう足がもうパンパンにむくんで、これ以上立っていることができないほどの状態になったにもかかわらず、孤児のような全人類を抱くために地球を回り、また回られました。こういった誠のお母様、ちょっと汗のすごくご苦労によって、多くの義人、宗教、政治、経済、また言論など世界各国の最高の指導者たちが先を争って、まことのお母さんのそばに集まってきていることを目にします。したがって国家の復帰を超えて、大陸の復帰の驚くべき基盤を構築してきております。今や摂理の重要な結実である韓半島平和統一の風が吹き荒れる時が近づいています。もしかしたら密かに天はその時を準備していらっしゃるかもしれません。誰かは統一は土砂崩れに突然来るという話をして、南北統一はまさしく予告もなく私たちの前に訪れてくるかもしれません。ただ天が願う平和統一となってこそ、サタンが望む敵が統一になっては決してそれは望みません。どんなに神様とこの地に来られたメシア救世主が 95% の責任分担を完成完結完了したとしても、それに応じて動産し共助して、共に摂理を最終完成すべき人間責任分担が伴わなければ、摂理はまた再び延長されるしかないことを見てきたからです。ですから誠さん、この会員権の指導者、義人たちを訪ねてこられました。身分を共にする多くの同志たちをまた集めていらっしゃいます。特に今年2022韓半島平和サミット特別演説で、誠のお母様は全世界のまた首脳指導者たちにこのように強調されました。私は
誠の父母として北と南の民たちに願います。私と一つになって南と北が兄弟姉妹となるその日をなすことができてこそ、誠の母と統一がなされ、世界のすべての人類が天の父母様の息子娘としていく平和という世界が私の時代になすことができます。アーチュー、このように語られました。誠のお母様と一つになって南と北がお互いに兄弟となるその場で誠なる韓半島統一が成就することができるという祝福の御言葉です。また世界のすべての人類が天の父母様の息子娘として生きる平和統一世界に私たちの時代になすことができると祝福してくださいました。そればかりなく誠のお母様はここ HJ 天然団地を天国環境のモデルであり、縮小された地球星理想を作るために心血を注いで一つ一つその準備をしていらっしゃいます。先週も少し紹介しましたように、この天聖山の中腹に天苑宮と天聖宮と天苑宮博物館がまた立ち並ぶ中、美しいこの北半岸の上に南村、チャラ村、また本町川を往来する韓国初の最高級エコ遊覧船氷上クルーズが完成し、今週中に進水式が行われます。また美しい花と鳥の庭園である氷上の園が徐々にその姿をあらわにしています。花鳥園というこの名刺をすでに別のところで先に特許を取得しているがいに、その間に誠のお母様 HJ トンサ、すなわち氷上の園と命名してくださいました。この氷上の園は朝の静かな樹木園をはじめ、他の花鳥園とは差別化された最も美しく素敵な園として造成されています。もちろん木や花などが定着するまでには数年かかることもありますが、もうすぐ来る未来に全世界から数多くの人々がここを先を争って訪れその日を想像しながら胸がワクワクします。誠のお母様は日本で今まで長い間旺盛に宣教活動の先頭に立ってきた日本のイ・ソンマン副会長をここ10円の氷上の園建立委員長として参りました。この前に座っている皆様、一度拍手を送りください。おそらく花と鳥に格別な、また能力がある方だと聞いています。他にも花の村、ヒョダムウォンをはじめ各国の民族村、また氷上カフェ、ハノンチ、またスソンカフェ、またプンベカジョン、本当にここには奇跡のような環境が今造成されてきます。明らかに全世界の人類が必ず生涯一度は必ず訪れるべき名所となり、ここ天苑団地を訪れる多くの人々のその足取りが果てしなく続いていくと信じます。アーチュー。そしてここを全部見回って、最後に天苑宮博物館において誠の父母様の生涯博物館全体を見学した後、そこから出てくる時には必ずみんながみんな、私も天の父母様政界に加入し、誠の父母様メシア救世主としてはべり祝福に参加しますという入会願書を作成せざるを得ないようにするというのが、まさしく誠の父母様の夢であり計画です。いかがでしょうか。十分に可能性のある設立的プロジェクトと言わざるを得ません。こういった驚くべき施設の完成のために、今日も昼夜を問わず精神を込めてご苦労されている誠のお母様のために大きな感謝の拍手をお支えください。愛する祝の皆様、ところで残念ながら今この瞬間にも
この地球上のすべての人類を苦痛と不安の中に追い込む戦争とテロ、分裂と葛藤、殺人と憎悪、核威嚇の恐怖が続いています。これはまだサタン悪魔の権勢が地球上で完全に消えていないことを見せています。神様とサタン勢力との最後のこの戦いの決戦場はまさしく善と悪の争いであり、民主と共産のまた争いであり、唯心論と無心論の争いです。この戦いで最終勝利を収めることができなければ、この地球上から永遠にサタン勢力を追い出すことはできません。人類歴史の中で決して忘れてはならない痛恨の教訓が、私たちがよく知っている通り第一次第二次世界大戦です。100年足らずのこのような悲惨な歴史が人類の脳裏から徐々に忘れ去られている切ない心です。資料によりますと、知ってはいると思うんですが、私が一度資料を調べてみました。第一次世界大戦でこの軍人と民間人の死傷者の数がなんと1500万人に至るというわけです。これ以外に行方不明の数、負傷者の数まで合わせたら、もう計り知れない人命被害が出ましたし、これとともに経済的損失まで合わせますと、天文学的な人類大災害を起こした無謀を極め、みんなが悲惨な敗者となってしまった、二度と起きてはならない戦争でした。こういった悲惨な第一次世界大戦、戦争が終わって21年ぶりにまた発生した第二次世界大戦の死傷者は、統計さえ取ることができないほどさらに残酷で悲惨な結果を招いてしまいました。資料によると、第二次世界大戦全体の死者数が3500万人から6000万人ぐらいと多様に推算されているそうなんです。もう怪我をしたり永遠に不自由になった人の数は、もうあえて計算しようとする人もほとんどいなかったほどです。この戦争で関係国の政府がつぎ込んだお金はなんと1000兆ドルを超える金額と推算されますが、この数字が戦争による人間の不幸と苦痛と混乱、経済秩序の崩壊、財産損失をどのように全て表すことができるでしょうか。ここでもう一つ私たち知るべき歴史的事実は、全世界で共産主義独裁権力によって死亡した数字がなんと8500万人から1億人と推算されるそうなんです。大部分がソ連のスターリン、中国の毛沢東、カンボジア、北韓などで起きましたし、大粛清、収容所重労働、集団虐殺、シベリア亡命、シベリア亡命など以外に多くの人々を飢え死にさせたというんです。まさに共産独裁国家で集団権力者の支配が招いた狂気の横暴であり、恐ろしい殺人劇と言わざるを得ません。共産主義の歴史という本を見ますと、その著者はこう結論付けていました。共産主義者たちも共産主義を定義することができなかった、実現不可能な理念で、ただ想像の中でだけ作動する理念であるからです。私は共産主義をこのように定義したい。人の中にある妬みや嫉妬、殺害欲求など、人間が持っている全ての罪の本能を最大限に引き出し、隣人を殺し国家を抹殺させる政治理念であると結論を下ろしています。人類の救世主、メシアとして来られた誠の御様で、28歳の若い青年時代、北朝鮮フンランの監獄に収監されて、共産主義者独裁者がどれほど恐ろしく残忍であるかを全ての体で体験されましたから、全ての人類が自由で平和で幸せに生きていくためには、この地球上共産主義を追放する、それが何よりも優先しされなきゃいけないという信念と目標を持って、命を懸けて勝共運動を展開してこられたということなんです。そして1970年代当時、
全世界の3分の2を掌握していたこの強く大きなソ連共産主義帝国に対抗するためには超大国であるアメリカを動かさなくてはいけないというその信念のもとに1971年12月5日お一人単身でアメリカの地に向かいました。もう裸の地にヘディングするという世俗的な表現にはちょっと立てるのは申し訳ないんですが、まあ、その当時何の基盤もないもう荒地のようなその広いアメリカの地に渡っていかれ、もう本当に狭い車の中で寝食を解決しながらアメリカ全土を巡回公演し、数年ぶりにはもう驚異的な大規模の講演会を成功させたことを私たちはよく知っています。また1980年にレーガン大統領当選させるに決定的な役割を果たしましたし、1982年2年3月1日莫大な資金をつぎ込んでワシントンタイムズ新聞社を創刊しました。ついに1990年4月11日1000人のジャーナリスト30人の全現職首脳を同行し、共産主義の創始国であるソ連モスクワのど真ん中で大会を開催し、ゴルバチョフとの単独会談を導き出しました。誠の父母様に会ったソ連のゴルバチョフ当時大統領は力を得て改革開放政策にさらに拍車をかけて、クーデター発生を契機についに1991年12月21日誰も想像することができなかった歴史的な大事件であるソ連共産主義の終焉をもたらすことになりました。そのソ連帝国が70年を超えることができないまま崩壊し、世界の共産国が一つ二つと自由民主主義国家へと変わっていきました。ソ連の崩壊によってこの世の半島が変わっていったわけです。このように生涯を世界平和のためにまた全力投球して決断の道を歩んでこられた誠の父母様に、その血汗その苦難とご苦労の力を得て、ソ連共産主義が没落していきながら東西のドイツ、ソ連連邦解体、全世界から共産主義が徐々に消えていくようになりましたが、いまだにその火の種が残っていて、プーチン、また独裁政権によって世界が揺らいでいます。しかしこれもまたある面から見たら、恒久的平和世界に向かうその道のり中で最後の峠を越えるためにまた経験しなければいけない胸痛い犠牲に過ぎず、また大きな神様の説意というのはアルファとオメガであり始まりと終わりが同じだとおっしゃった御言葉のように、最初にエデンの園で成し遂げようとして計画したその通りに神様が統治される全体の主権の創造理想世界が必ず到来するようになるということを確信いたします。アジュー。最後にこれまで摂理の中で悪主権がまたなくすために救世主を再臨して権限された誠の父母様にはべって、この驚く奇跡のような説の結実成し遂げていくまで、もうさまざまな困難な状況の中の絶対信仰で最後までこの説理的責任を果たしていらっしゃいます全ての主君の皆様、この場にいらっしゃる天苑宮天教会主君の皆様に心から感謝を申し上げ、共に今後近くには来年5月に完成する天苑宮天一聖殿奉献勝利のために、さらにビジョン2022の勝利のために、私たち全てが昼夜を問わず苦労する誠のお母様を中心にはべって完全に一つになって、残った設定の最終完成最終勝利を成し遂げるその日まで最善を尽くしてかけていってくださるようお願いしながら説教を終えたいと思います。一緒にお祈りいたします。